これは終端の王と異世界の騎士たちとの壮大な戦いの序曲である。夢を見たんだ。学校の裏山、その中腹からそびえ立つ光の柱。その柱の向こうに不思議な世界を見たんだ。山の中腹にある光る洞窟、その奥で世界を見つけた。切れっ端の大地、白く光る塔、塔の上に乗った動かない太陽。すべてがあるのに、何か不揃いな箱庭みたいな世界。すぐにこれがそうだと分かった。だって、俺はガキの頃にじいちゃんから何度も聞いてたんだ。あのお山には隠されたお洞があってな。草加の開祖様は、その奥にあるお社を通って、他の世界から来なすったんじゃよ。そのご神体に願いを言えば何でも叶うんじゃ。山中探し回った挙句見つからなかった。時が来れば現れるのじゃよ。なんて言葉信じられるかよ。馬鹿らしいと思った。だから、確認したかった。ったく、そんなものがあるわけねえじゃねえか。ねえ、兵馬。なんでまた探すの？前にも探し回ったよね。見つかんなかったけどさ。洞窟とか遺跡とか、この辺で見たことないよ。学校の裏山で知らないとこなんてないよ。子供の時から、ずっと遊び場にしてたのに。せやな、お宝探しやとか言うてえらい探したさかいな。うるせえ、勝手についてきたのはお前らだろうが。ちゅうか、なんで今さら子供の頃の話を蒸し返しよるねんな。確か兵馬のおじはんが言ってた話やったか。裏山の洞窟に不思議な穴があって、何でも望みが叶うて。夢を見たんだよ。裏山から光が出てきて、そんで洞窟が現れたんだ。夢って、おんどれそんなワンダーなこと信じるような玉とちゃうやろ。だからついてくんなって言ったんだよ。ったく、学校サボる口実にはちょうどいいだろ。来たのは気まぐれだよ。学校サボるのにわざわざ口実探す兵馬くんの半端なモラリストぶりが素敵。これもおばはんの体当たり教育のたまもんやな。うっせえよ。無駄口叩くんならお前も探すよ。洞窟ってあれ？マジかよ。確かにこれだぜ。夢の通りだ。嘘やん。前には何もあらへんかったで。今日も穴掘った？誰がそんなことするかよ。それより行くぜ。ご神体とやら拝んでやる。
子でめっけたにしては、お宝は望み薄やな、これは。うわ、なんやこのパソコンもどき。あき、バカかお前は。これが最後にあるってことは、こいつが願いを叶えてくれんのかな。この変な線は文字か。どうやって願いを伝えりゃいいんだろうな。しずく、なんか言ったか。何も言ってないよ。なんだこれ、動き出した。なにこれ、威嚇されてる。豪華なカラスよけやな。やけど地下に置いとったら意味ないんちゃうか。ボケてる場合か。くそ、どうなってるんだ。俺は願いなんて別にありゃしねえぞ。異世界から召喚されてきたの。そんなの知ってどうするの。どうせここで終わりなのに。いや、ゲートマスターさん、はじめまして。あなたはどうしてここに。僕はルインの与一。君のことはよく知ってるよ、ゲートマスター。なんでここにいるかはちょっと秘密だ。そうだな、強いて言うなら遊び相手を探してたんだよ。まさかあなたたちがこれを。どうやってゲートを開いたんですか。聞くのは簡単だけど、少しは自分の頭で考えたらどうだい。サモンゲートを開けるのは君だけだと思って。ゲートマスターは世界に一人しか。おっと、急がないとボスに怒られる。じゃあ僕は用があるから帰らせてもらうよ。待って。
前ら、下がってろ。しねえからな。